はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。今回はですね、条件を満たさない古いパソコンでも Windows 11にアップデートすることができる方法、またはですね、アップデートした後に気に入らなければまた Windows 10に戻す方法、この2つをご紹介します。なぜね、このタイミングでこのアップデートの動画なのかというとですね、僕は随分前なんですけれども、Windows 11にはまだアップデートするな、こういったね動画を出しました。出たばかりの OS っていうのはかなり不安定なんですね。バグが多いんですよ。ですから安定化するためにだいたい1年ぐらいはかかるということなんですね。ですから今すぐ Windows 11にアップデートする必要性のない方はまだアップデートしないでねというね、そういった内容の動画でした。そして Windows 11がリリースされたのが2021年の10月でしたので、もう少しで1年となります。もうね、随分とバグの修正も終わっておりますので、企業ではなくて個人で使うのであれば、Windows 11にアップデートしてもいい頃なんじゃないかと思っているわけなんですね。もちろんまだ Windows 10のサポートは2025年まで続きますので、今アップデートした方がいいよっていうわけでは決してありません。 Windows 11に乗り換えようかなって思っている方はそろそろありなのかなというタイミングに来たということです。はい、ということでこの Windows 11へのアップデートなんですけれども、ほとんどの方はご存知だとは思いますが、全てのパソコンで行えるというわけではないんですね。結構高いスペックの要求を求められてきます。ですから比較的新しいパソコンじゃないとこの Windows 11にアップデートすることができないんですよ。じゃあね、最新のパソコンしか Windows 11は動かないのかということですよね。そんなに Windows 11は重たい OS なのかというと、もちろんそんなことはないんですね。古いパソコンでももちろん Windows 11は問題なく動くんですけれども、マイクロソフトが決めた基準に満たないパソコンは Windows 11を使わせないぞというふうにですね、マイクロソフトが基準線っていうのを引いてるんですよ。その基準線がかなり厳しくてですね、数年前に買ったばかりのパソコンなのに Windows 11にアップデートできないなんてことが起こっているんですね。僕の周りの例だと、3年前に買ったばかりのパソコンなのにWindows 11の基準を満たしていなかったっていうことがありました。Windows 10のサポート終了期間は2025年の10月であと3年ほどしかないんですね。ですから3年前に買ったパソコンがあと3年しかサポートがないじゃないかということになりますよね。そんな方のために要件を満たしていない古いパソコンでも Windows 11にアップデートする方法がありますので、そちらを紹介していこうと思います。そしてね、はい、これが Windows 11にアップデートするためのシステム要件なんですけれども、これ簡単に説明しますとね、まずは CPU なんですけれども、これもかなり条件が厳しいです。わかりやすく言いますと、CPU っていうのには世代がありまして、インテルの場合で説明しますと、第7世代っていうのと第8世代っていうこの間に基準線が引かれているんですよ。この第7世代の CPU なんですが、これ2017年に発表されてですね、本格的に流通し始めたのは2018年頃なので、4年前には最先端の CPU だったものですよ。処理速度もかなり速くてですね、テレワークレベルの作業であれば今でも第一線でバリバリ活躍できる性能を持ったいい CPU なんですが、この第7世代でもこの基準線を満たさないということですよね。いや、厳しいですよね。はい、そしてですね、この次なんですけれども、これ多くの方がここで引っかかっているよっていうポイントが、この TPM バージョン 2.0 なんですが、TPM ってなんだよってね、言いたいところだと思います。TPM っていうのはパソコンの中で暗号化を行うチップのことなんですよ。例えば、パソコンからハードディスクや SSD が盗まれたとき、盗んだ人はその中身を簡単に見ることができてしまいます。情報はダダ漏れですよね。しかし TPM でハードディスクに暗号をかけておくとですね、もしそれが盗まれたとしても他のパソコンで見ることはできない、そういったセキュリティを向上させるシステムなんですね。そしてバージョン 1.2 っていうのと2っていうのがあるんですけれども、これは何が違うかというと、暗号化の種類が多いか少ないか、これだけの差なんですよね。つまり
TPM っていうのはあってもなくても、パソコンの性能や操作性には全く関係がないんですよ。いや、こんなものアップデートの条件に入れないでくれよってね、思うんですけれども、まあ、Windows 側から言えば、Windows 11を使っているパソコンは全てセキュリティが高いんだぞってね、そういったのをブランド化させたいんでしょうかね。ちょっとよくわからないんですけれども、まあ、このね、TPM 2.0。最新のパソコンには当たり前のように搭載されています。しかしですね、少し前までのパソコンには TPM 1.2 がよく使われていましたので、この 2.0 っていうのが条件に入ることで、多くのパソコンが奮い落とされることになった。ということなんですよね。そしてですね、パソコン自体には TPM 2.0 っていうのが搭載されているのに、設定でオフにしている場合、これも Windows 11にアップデートすることはできないんですよ。これオンにしてあげないとアップデートできないんですが、このオンにする場所っていうのもですね、 BIOS というちょっとパソコンが得意な人じゃないととっつきにくいところで設定してあげる必要があるんですね。はい、ということで今回紹介する方法ではですね、これらの条件を無視してアップデートできる方法となっております。そしてですね、この他の条件も簡単に見ておきましょうか。システムファームウェアには UEFI っていうのが必要で、あとはセキュアブートに対応が必要ですね。このセキュアブートっていうのもまたセキュリティの一環です。そしてメモリーは 4GB 以上、ストレージは 64GB 以上、あとはグラフィックカードやディスプレイの解像度の条件っていうのもあるんですけれども、このあたりはあまり気にしなくても大丈夫です。はい、そしてここからがポイントなんですけれども、これら条件を無視してアップデートするわけなんですが、これはもちろんね、マイクロソフトが推奨しているシステム条件を満たさずに Windows 11を使うわけですから、アップデートに関してはご自身の判断と自己責任で行ってくださいね。非推奨の方法となっております。メリットとしては、アップデートしても10日以内であれば無条件で簡単に Windows 10に戻すことができるので、まあ、Windows 11にアップデートしてみて何か不具合が起こったり気に食わなければ簡単に元に戻せますので、まあ、テストをするといった意味でも有効な方法なんじゃないかなと思っております。それでは早速行ってみましょう。はい、それではね、今回はこのパソコンを Windows 11にアップデートしていきます。まずですね、このパソコンは要件を随分と満たしていません。はい、それではね、このパソコンの更新とセキュリティを見てもですね、はい、こちらですね、この PC は現在 Windows 11を実行するための最小システムの要件を満たしていませんと出てますよね。はい、それではね、 PC 正常性チェックの方も見ていきましょう。はい、チェックをかけますとですね、はい、3つの条件を満たしていませんね。はい、一番上が PC セキュアブートをサポートしていないというのと、 TPM 2.0 がないというのとですね、最後はプロセッサーですね。これは CPU の世代がですね、第5世代ですので満たしていないということですね。はい、それではね、お使いのパソコンに TPM が入っているかどうかを確認するためにはですね、Windows マークと R を同時に押すとですね、ファイル名を指定して実行、こういうものが出てきますので、こちらの中にですね、 tpm.msc と入力してエンターを押してください。はい、そうするとね、こういった画面が出てきました。そしてですね、こちらには互換性のある TPM が見つかりませんと、こういうふうに出ておりますよね。はい、このパソコンは TPM 2.0 どころか 1.2 も入っていないと、そういった状態になっております。はい、それではですね、他の要件も見ていってみましょう。すべての結果を表示、こちらを押しますとですね、はい、こちらですね、はい、一番上はまず 4GB のメモリーは足りているということと、ストレージ内容は 64GB 以上搭載されていますよというのと、あとはですね、 CPU のコア数が2以上ありますよということ、この3つの要件はクリアしていると、こういうふうな通知が出ております。はい、それではね、これらを無視して Windows 11にアップデートしていきましょう。まずね、ブラウザを立ち上げて Windows 11というふうに検索してください。はい、そうするとですね、こういった一番上に Windows 11をダウンロードするマイクロソフトと、こういったものが出てきますので、こちら中に入っていってください。はい、そうすると上から3段目ですかね、 Windows 11ディスクイメージ ISO をダウンロードする、こういったところがありますので、こちらダウンロードの選択をですね、 Windows 11にチェックを入れてダウンロードボタンを押します。はい、そうするとですね、言語を聞かれますので、こちらは日本語で大丈夫です。
はい、そうするとですね、こちら64ビット版をダウンロードという風なボタンが現れますので、こちらをクリックしてダウンロードしていきます。これはね、非常に容量が多いファイルですので、かなり時間がかかりますね。早送りして見ていきましょう。はい、そうするとですね、ダウンロードが完了しました。ダウンロードしたものはですね、このエクスプローラーからこのダウンロードフォルダーの中に入っております。はい、こちらですね。はい、それではね、こちらダブルクリックをしてみましょう。そうするとですね、この ISO ファイルの中を見ることができます。そしてですね、この一番下ですね、セットアップ、こちらをクリックするとですね、要件を満たしているパソコンであればそのままアップデートすることが可能なんですが、このパソコンは要件を満たしていないのでもちろんダメですよね。ダメと分かっていながらも一度お見せしますね。はい、そうするとですね、やはり Windows 11のシステム要件を満たしていませんと。そして先ほどと同じですね、3つのエラーが出ました。 CPU と TPM とセキュアブートですね。はい、それではね、一つ元に戻ってみてですね、はい、説明のためにまっさらなデスクトップにしました。そしてですね、まずエクスプローラーからダウンロード、はい、こちらがですね、先ほどダウンロードしてきたものですよね。こちら中を見るとこういった状態ですよね。はい、これをね、画面右の方に寄せておきましょう。この中身をコピーしていきます。それではデスクトップに何でもいいのでフォルダーを作りますね。はい、そしてこのフォルダーを左側に表示させました。はい、そしてですね、この ISO ファイルの中身を作ったフォルダーの方に投げ込みます。はい、そうするとですね、データがコピーできましたよね。右がダウンロードしてきた ISO ファイル、左がそれをコピーしたものですよね。はい、それではですね、この左のですね、上から3番目にソーシーズというフォルダーがありますので、こちら中に入ってください。はい、そうするとですね、少し下に下がったところに、どこかな、ここですね、 applaserless.dll というファイルがあるんですよ。こちらね、ちょっとね、探しにくいかもしれません。こちらサイズで言うと 192KB のものですね。レーザーレスのスペルなんですが、まあ、この R が2つあるものを探してくれたら見つかると思います。このファイルが何をしているファイルかというとですね、アップデートをするときに要件を満たしているかどうかチェックするファイルなんですよ。つまりこれを削除してしまえば、要件を満たしていないパソコンでもアップデートすることが可能なんですね。はい、それではね、これを早速削除してみますね。はい、それでは一つ前に戻ってですね、一番下のセットアップをもう一度起動してみますね。はい、そうするとね、先ほどと同じような画面が開きましたが、ここで一つ注意点があります。この Windows 11インストールという画面でですね、そのまま次へを押してもアップデートはうまくいきません。これなぜかというと、ここにですね、セットアップでの更新プログラムのダウンロードの方法の変更、こういったものがありますので、こちらをクリックしてください。はい、そうするとね、こういった風になってまして、上の更新プログラム、ドライバーオプション機能をダウンロードする推奨というところにデフォルトでチェックが入ってしまってるんですね。このまま次に進んでしまうとですね、せっかく先ほど消したファイルを簡易的にもう一度ダウンロードしてチェックが働いてしまうので、うまくいかなくなるんですよ。ですから、ここ今は実行しないというところにチェックを入れる必要があるんですけれども、ちょっとね、上の状態で先を見てみましょうか。そうするとですね、失敗するはずです。はい、そうですね、やはり失敗しました。はい、それでは元に戻ってみてですね、もう一度セットアップを押してですね、今度は、ここですね、今は実行しないのところにチェックを入れて、次へを押すとですね、はい、どうですかね、ここで先ほどであれば要件を満たしてないよと怒られたんですが、次のページに進むことができてますよね。適用される通知とライセンス条項、こちらね、僕はね、あまり読んだことはないですけれども、皆さんはちゃんと読んでくださいね。はい、そしてこちらに同意をすると、はい、インストール準備完了と出ましたよね。そして Windows 11をインストール、そしてですね、個人用ファイルとアプリを引き継ぎますかという選択肢が出ましたので、これはそのままインストールを押してください。はい、そうするとですね、こういう風にインストールがどんどん進んでいきます。再起動が何度かかかって、はい、見てください、要件を満たしていないにもかかわらず Windows 11に無事アップデートができております。はい、デスクトップ上にもですね、先ほどアップデートする前の情報がそのまま残っていますよね。この新しいフォルダっていうのは Windows 11にアップデートするための ISO ファイルのデータでしたよね。
はい、同じように引き継がれておりますし、例えばですね、このタスクバーの右下ですね、 Excel であったり Word っていうのもそのまま引き続き使うことができますし、例えばですね、僕が普段使っているこのマウス黄色っていうのはですね、この YouTube の撮影用にマウスを黄色くするアプリなんですが、こういったですね、事前に入れていたアプリであったりデータっていうのも全てそのまま使うことが可能ですからね。はい、それではですね、次に10日間であれば Windows 11にアップデートした後でもですね、ものすごく簡単に Windows 10に戻れるんですね。はい、その方法をご紹介します。このタスクバーの左下 Windows マークですね、こちらをクリックしてですね、そして設定に入ってください。そしてですね、このページをくるくると下の方に降りていくとですね、ここに回復というタブがあります。はい、こちらをねクリックしましょう。そうするとこの真ん中のところに復元と書いてますよね。はい、この下にはですね、このバージョンが動作しない場合は Windows 10に戻してみてくださいというふうなことが書いております。はい、そうなんですね。この右の復元っていうものを押せば、なぜ Windows 10に戻るんだというふうな質問をされます。こちらは何でもいいのでチェックを入れないと次に進めないので、何かしらチェックを入れて次へ押すとですね、アップデートしてないからダメなんじゃないかとかね、いろいろ Windows 10に戻ることを阻止しようと質問してきますけれども、それら全てを無視していきますとですね、最後に Windows 10に復元するというボタンが出てきました。こちらを押すとですね、はい、数回再起動が終わった後に、はい、きれいさっぱり元の状態に戻っております。はい、デスクトップのアプリケーションもですね、元の状態にしっかり戻っているのがわかると思います。このようにですね、 Windows 11を試して気に食わなければいつでも元に戻せますので、まあ、気軽に試すことができていいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回の動画はここで終了となっております。皆さんいかがだったでしょうか。もしね、役に立ったと思っていただける方はいいねボタン、高評価の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。